こんばんは。ありがとうございます。どうも。そう、見て、髪暗くしてきました。どうですか、暗くしてもらった。そう、なんか全然昨日までの髪色も全然好きだったんだけど、そう、ちょっとお仕事的に暗くしたいなと思って、そうなのよ。映画祭とかもねあるしね。別にまあ明るくてもよかったけど明るくてもよかったけど、そう、もうさ、新公演前がさ忙しすぎて、そう、もうさ公演前ずっとリハやってるから、もう美容室行ける時間も今日ぐらいしかなくって。そうなんです。だからまあね、もう新公演まで行けないから、今日まあ暗くして、まあ、新公演まであと10日以上あるから、まあちょっと色落ちするだろうし、ちょっとてかだいぶ色落ちそうだけど色落ちするだろうし、まあいいかなと思って、このタイミングでもう今日ぐらいしか行けないからとりあえず行っといて、まあ落ちてもまだちょっと暗いみたいな感じだからね。昨日までの髪色のまま進行に向かうよりかはさ、ちゃんと暗い状態だからいいかと思って行ってきました。しかも美容師さんにさ終わった後巻いてもらったからさ、めっちゃいい感じ。なんか今回もオリーブ強めで暗くしてくださいって、だから前回と前々回とまあ同じ感じでお願いしたんだけど、でも前回よりもちょっとなんだろう、でもオリーブ感あるよね。オリーブ感かな、青みがかってる、ちょっと前回よりそんな気がする。でもね、画面で見るとちょっと青みがかってる気がするんだけど、直接見るとねオリーブって感じ。そう、でも前回も前々回もオリーブでって言ってたんだけど、なんか今回すごいしっかり入ったかもね。青っぽく見えるよね。でもね、直接見ると結構オリーブ。しかも今回はちゃんと前髪薄くしてくださいって言ったからそう、いつもは髪暗くして前髪切ってもらうだけで、薄くしてくださいってお願いするの忘れちゃうから、いつも暗くした後前髪めっちゃ重く見えるんだけど、今回はねちゃんと前髪薄くしてくださいって言ったから、ほら量がめっちゃちょうどよくない？髪色暗くしたけど、暗くした分ちゃんと前髪すいてもらったから重く見えないなんか毎回忘れちゃう。切ってもらって満足しちゃってさ、前髪薄くしてくださいって言うの忘れちゃうから。めっちゃいい感じです。めっちゃいい感じ。暗くしました。あと爪も変えた。見て、今回超シンプルなの。なんか遠くから見たら地爪に見えるけど、なんかね、なんかピンクベージュみたいな色にピンクのなんかミラーパウダーみたいな塗ってもらって、爪の先端だけパールつけた。これもちょっとお仕事仕様でちょっとシンプルめにしました。わかる？めっちゃキラキラ。そう、ミラーパウダーっていうなんかね、オーロラみたいなのがあるんだけど、つけてもらうとキラキラになるやつ、それを塗ってもらってピンクっぽく見えるようにした。でもベースの色はもうほんとなんか肌と変わんないみたいなベースの色はね、肌とあんまり変わらない感じの色で、もうなんかここまで指みたいなくらい色一緒だったんだけど、ミラーパウダー、ピンクのミラーパウダー塗ってもらったらすごいピンクのツヤツヤの爪になった。チュルチュル。結構今までやってきたネイルの中だとだいぶシンプルな方だと思う。でも可愛い、先端パールだらけ。そうそうそうなの、角度によって全然ね色の光り方が違うの。あ、こうやるとベースの色が見えるかも。ベースめっちゃさ、なんか肌の色と一緒じゃないめっちゃただのベージュに見える。でもこうやってやるとミラーパウダーの加工でめっちゃピンクに見える。
そうなんです、ツヤツヤ。久しぶりにスクエアにしてみた、四角。最近は結構丸だったけど四角にしてみた気分で。四角じゃないとこの先端にパールつけられないから四角にしてみました。最近の中ではシンプルめ、いい感じ。そう、今日はねもうお休みだったからできることを全部しに行った美容室行ってネイル行って友達とご飯行って、そうさっきまで友達と会ってためっちゃ積み込みました。友達とご飯行く予定はもう1ヶ月前ぐらいから、なんなら新公演のリハの予定とかもまだ何にも決まってない段階で、この日じゃあみんなの時間が合うからこの日にしようってもう1ヶ月前ぐらいから決めてたの。新公演もなんかリハとかいつから始まるとか知らずに入れてたんだけど、たまたま今日リハもなかったから、まあね、オトムスと研究生公演があって全員揃わないからリハがなかったんだけど、そう、でもそんなの知らずにここに入れてたの、もともとご飯に行く予定を。そう、でも大丈夫だった、お酒飲んでない。だってみんな車で来たから、みんな仕事帰りに車で来てくれた私は休み、私ともう一人は4人でね集まってて、私ともう一人は休みだったけど、でもみんな車で来てくれたからお酒は飲んでないです。普通にただご飯食べに行っただけ、ご飯食べてデザート食べて帰ってきただけだよ。もう超絶健全な、本当に。しかも私だけ、まあ、全員免許持ってる、私も免許持ってるけど私は車運転できないから、もう家まで迎えに来てもらって連れてってもらって帰りも友達に送ってもらったトムス行ってきました。いいね、ドリアンサイダーゲットした。お、え、飲んだ？飲んだ、ドリアンサイダーどうだったそうだから全然普通にただご飯食べに行っただけ。でも友達と会うのが3月ぶりだったの、3月29日だった最後に会ってたの。そうだから友達が就職してから初めて会って、そうみんなのお仕事の話を聞いてたそう半年ぶりぐらいに会えました。そうなの、売り切れてて買えなかった。あら残念、じゃあ自分で買ってください絶対アマゾンとかに売ってるから自分で買ってくださいまだ怖くて開けれてません。今開けるのがいいんじゃない、私が配信してる間に開けるのがいいんじゃない昨日の配信のせいか夢に蜂が出てきた、それはすいませんまだ開けてない、あの蜂蜜元の場所に戻しちゃった昨日配信終わった後仕事話ね、そうだね、どうしても多くなるね。でもなんかほんとみんなのさお仕事って、まあ何の仕事してるかはまあ知ってるけど、その仕事内容の詳しいところまでは知らないじゃないですか。だからなんかすごい、あみんな大変だなって、ご連勤しんどいみたいなもう私にはない感覚普通にさ仕事のさ内容で言ったら、だって私は1週間ぶりの休みだったから、そうでもさ普通になんていうのリハとかだから、ま、仕事といえば仕事だけど、そのなんか 5連勤なんか何連勤とかの感覚ないじゃないですか。そんなこと言ったらさ本当にさ休みない時さ何連勤してんのみたいな感じになっちゃうからそう私たちはもうコンサート前とか15連勤みたいになっちゃうじゃん。だからその何連勤みたいなその感覚がまずないし私には。そうすごいなんかみんな頑張ってたQ
昨日の配信の流れで結婚観について、ああでも全然なんか してた結婚、あでもそう結婚の話は全然なんかその今日集まった中はもちろん誰も結婚はしてないんだけど、そうでもなんかその高校の友達なんですよ、高校の時の友達だからなんかなんか彼氏できたってみたいな話はさ普通にしてて、そうでもなんかそういうのはさもうさだって私たちただお付き合いするだけじゃないじゃないですか、もうこの年になったら結婚をさ頭の片隅に置いた状態でさお付き合いしてる子も絶対いるじゃん。そうで結構そのなんかあの子もなんか彼氏ができたらしいみたいなさ話をするからさ、あこれがいわゆる結婚ラッシュにつながるのかもしれないと思ってちょっと焦りました。でもなんかそれでその彼氏いない友達とかなんかちょっと焦り始めるの、え大丈夫だよしばらくいない人がここにいるから焦らないでって何年かは絶対にいない人がここにいる状態だからあなたはそんなに焦らなくても大丈夫ってそう言ってた逆に置いてかないでくれって逆に置いてかないでほしいドレスだけね、ドレスだけよく知ってるけどね。えでも聞いて、それ見た友達が私もここで結婚式あげたいって言ってくれたんです。えやっぱそうだよねって言った、韓国ドレス私も着たいって言ってくれた、そう嬉しい。えねあとねめっちゃびっくりだったのがめっちゃびっくりだったのがなんかその護国神社の違うその迎賓館時はのその結婚式のあの動画を見て、私もあそこで結婚式あげたいって言ったその子のご両親が迎賓館時はで結婚式あげたらしいんですよ。そうでなんかうちの両親もまあそこで結婚式あげたし、なんかあの動画見てあそこで結婚式やりたくなったみたいな話から、なんかなんだったっけな、なんでその話になったんだっけ、なんかでもそういう感じの話をしてた時に、なんか4人、私入れて4人いるうちの3人同じ病院で生まれてたことが発覚してもうだって高校の時の友達だから高1の時のクラスメイトなんだけど、だからもう8年ぐらいの仲なんですけど、そうもう7、8年ぐらいずっと一緒にいる友達なんだけど、そんなさ生まれた病院の話なんてしないじゃないですか。でも なんでか生まれた病院の話になって、そう私はでもどこどこ病院で生まれたみたいな言ったら、え待って私もなんだけど、え私もだよってなって4人中3人同じ病院で生まれてためっちゃびっくりじゃない、すごいよね。でもなんかその友達があのみんなでも生まれた月はバラバラだからさすがに病院内ではかぶってはないんですけど、でも同い年だから同じ年には絶対にその病院にいたそう誕生日はそれぞれもう全然離れてるから違うんだけど、めっちゃびっくりした。しかもその病院がそんなすごい大きい病院とかじゃないの、なんか総合病院みたいなそういうでかい病院とかじゃなくて普通になんかちっちゃい病院なんだけど3人同じ病院でそうえなんでだろうみたいな、そんな大きい病院じゃないのになんでこんなに3人も、だってさなんか普通にさ例えば幼稚園とかさ通っててもさ同じ病院で生まれた子なんてさ全然違う、なんか同じ病院で生まれた子なんてほとんどいないじゃないですか幼稚園とかでも、なのにこんなに4人中3人一緒なことある、しかも高校の時の友達だから別に地元は全然バラバラなのみんな、まあみんな新潟市内の子だけど地元は全然バラバラでただ高校が一緒だっただけだから別にみんながその病院の近くに住んでたわけでもないのなんならなんか全然遠いのになぜかそこの病院で生まれてて、そうめっちゃびっくり本当、うん、だからそうなんでそこの病院選んだんだろうってママに聞いたらおしゃれだったからって言ってたなんかそのおしゃれな病院ができ始めた
最初の病院がなんかそこだったから流行ってたのかもって言ってたママに聞いたらめっちゃ面白い。そうなんだ、まあ流行ってなかったらこんな3人一緒な病院のことないよねみたいな。そう本当にびっくり。そう私と友達2人が同じ病院だったの。そうすごいよね。そうトレンドの病院だったのかもしれない。でそしたらさママがさなんかテンション上がったのかさ、丸々先生と丸々先生どっちの先生から生まれたって言うと違うな、どっちの先生に取り上げられたんだろうみたいな話をしてきて、さすがに分かんないよ、だって取り上げられた身だからもう記憶すら何もないじゃん。取り上げられた側は誰から取り上げられてるか分かんないでしょって思って、さすがにそこまでは分かんないって返したけどめっちゃ面白かったさすがにね、あ私は丸々先生とはならないでしょそれはさすがに分かんなかったけど、でも同じ病院で生まれてた面白い。今までね丸々先生と丸々先生がいて、丸々先生はちょっと厳しいんだけど丸々先生は優しくてとかってめっちゃ説明してきて面白かったそうなんだ面白かった。わかる、それはねもうママ同士で会話した方が面白いよねきっと、ね、でもママ同士は全然わかんない。だってさなんかご近所さんとかだったら、ご近所さんとか小学校とかでねだったらまあその PTA とかで親同士面識あるかもしれないけど、高校だからだってもうそれぞれの友達のお母さんとかも会ったことないもん。わかんない。だからでもお母さん同士で話したら面白いのかもしれない妊婦さんそういう会話しがち。そうだよね、そうだと思う。だってお母さん同士が仲良くなるじゃん、そもそもそういうなんか病院ってね、産院とかね。だから私は全然わかんないけど、たまたま3人同じ病院だったっていうことが8年目にして発覚したっていう他にも意外な共通点、うん、ありそう。それこそそのなんかその高校の友達なんだ、まあその場所にいたわけじゃないけど、なんかまるまるちゃん彼氏できたらしいみたいな。でもその彼氏なんか私と学校一緒だったんだよね、小学校一緒だったんだよねとかも、だから世間めっちゃ狭いなって思って、うん、そうだよ、同い年とか、まあ、一個上一個下その辺になってくると普通に学校一緒とかあるよね。本当そう、だからもしかしたらさ私のさ小学校とか中学校とかのなんかこう同級生だった男の子が実は私のめっちゃ身近な人の彼氏だったりとかする可能性もあるわけじゃないですか。全然知らないけど全然知らないけどそういう可能性もあるなと思うとすごい新潟って世間狭ーってなりましたでもなんかそういうねすごい女の子だなみたいな、なんかメンバー同士昨日話したじゃないですか、メンバー同士の会話をそう自分たちが学生だったらの前提で喋る、もう一番架空すぎる話から入るのにさ、メンバーの中での恋話でも友達の中に入るとすごい一気にリアルになるんだなって感じ。本当なんか私はそれをすごい面白いなと思って聞いてるだけだけどいや本当にでもそう久しぶりに会えたから楽しかった。そうしかもなんかその友達のうちの一人があの夏にサマーコンサートに来てくれたんですよ NCT の。なんか会ったのは3月ぶりなんだけど、コンサートとかなんかイベントとかにはたまに来てくれてて、でそれでまあ連絡はたまに取ってたりはしたんだけど、そうでもなんかそのサマーコンサート来てくれて、サマーコンサートの感想は次会う時に話すねって言ってくれてたんだけど、その会うのがめっちゃねもう今日になっちゃって、
ずっとね、あの会えてなかったからコンサートの話したいって言ってくれて瀬戸利見せてって言われたから瀬戸利を見せたら、すごいなんか、あ、まずこの曲の時のこれは〇〇でってめっちゃ言ってくれてすごい、もうなんかすごいただのファンだったあのね、それファンの人と言ってること一緒だよって感じだった。めっちゃ感想が、もうね、なんて言ってたっけな、サマーコンサートの、あ、まずキスをちょうだいを耳がやってくれたことがなんかめっちゃ嬉しかったね。キスをちょうだいめっちゃ好きなんだけど、でも研究生の曲だからなんかやってくれるなんて多分ないと思ってたんだけど基礎ちょうだいやってくれて本当に嬉しすぎたみたいな言っててあとはね、あと自然渋滞初めて聞いたんだけどめっちゃ好きになったって言ってて、でなんか耳めっちゃ移動してたよねって言ってて、よくわかったねみたいな。そう、自然渋滞私移動めっちゃ多かったんですよ。特にあれ、基礎ちょうだいからの自然渋滞のそのイントロのテンテンテンテレンテ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 レンがもうね、真反対で端から端で一番動いてたんですけど、なんかそれを見てたのか、自然渋滞耳めっちゃ動いてたよねみたいな、でも耳足長いからめっちゃスラスラ動いてたよって言われたそうそう、あとね、なんて言ってたっけ、あとは、あ、どうしようもないことめっちゃ良かったって言われたカイリと二人で手つないでんのめっちゃ良かったって言われた。それさ、私めっちゃこの夏さ、ファンの方に言われたの、おしゃべり会とかでいや、どうしようもないことカイリちゃんと手つないでくるのあれは泣けたねみたいな、この夏めっちゃファンの方に多分そこ一番言われたから見てるとこファンの人と一緒だなみたいな着眼点が一緒なのよ、めっちゃ面白い本当。そう、なんかもともとその友達は普通にアイドル好きなの。そう、まあ、NGT とかに限らず、いろんな男性アイドルもそうだし、韓国のアイドルもそうだし、なんか本当アイドルファンなのアイドルファンだから、そう、なんかすごい NGT のそのコンサートも来てくれた時にただこうファン目線で見てるからめっちゃ面白くて、あとね、あと夏ブロック最高って言ってた。そう、夏ブロック、エブリデイカチューシャ、ポニーシュシュ、真夏しゃべっぴで、そのさ、エブリデイカチューシャ、ポニーシュ、真夏はさ、もう私たちのもうドンピシャの世代なわけよ。私たちが小学生の時にテレビの前で真似して踊ってた夏曲たちなのね。そうだからもうそれが流れてきた瞬間に湧きましたみたいなからの最後にしゃべっぴはもう本当にありがとうございますみたいな、なんかすごい本当面白い。いやでも若い私もそれはすごい、自分でも全く同じこと思ってた。自分が小学生とかの時になんかテレビで見てた曲を今自分がアイドルとしてステージに立ってそれできてることもすごい嬉しいし、その最後に自分のセンター曲をできることはやっぱめっちゃ嬉しいからっていう風に私もすごい思ってたんだけど、そう、全く同じことをファン目線で言われましたファンからしたらメンバーに感想を語り尽くせるのは至高の時間。確かにそうだよね。そう、あと普段から劇場にめっちゃ来てくれる友達、今日いたことは別なんだけど、いた子とかも本当によく劇場とか来てくれるから、そう、劇場とかおしゃべり会とか感想いつも LINE でも教えてくれるし、会ったらめっちゃその話になるでもそうだよね、確かに。そう、友達でありなんか一番身近で応援してくれてるから、そう、時々ファン目線でめっちゃめっちゃ言ってくる。あとあの別あとあの別、なんかほんとなん、よくそんな細かいところまで見てんなって感じなんですけど、あの別すごい好きなんだって。もうめっちゃアイドルって感じの曲で、あの別めっちゃ好きって言ってくれて、で耳めっちゃ映るよねって言われて、そのさ、なんかチッケムそのなんかなんていうの、ワンショットみたいなのあるじゃないですか、推しカメラみたいなやつ、
なんかその公式として出てるわけじゃなくて、リカさんとひなたさんが多分それぞれの SNS でなんかその自分のなんか推しカメラみたいなのを多分載せてたのよ。で私のポジション的にリカさんがセンターにいて、ひなたさんがその隣にいて、私その後ろなのよ。だからリカさんがリカさんの SNS で載せてる推しカメラにも、そのひなたさんがひなたさんの SNS で推しなんか載せてる推しカメラでも、どっちも映るのよ角度的に、そのひなたさんとリカさんの間のポジションだから。でもそこまでなんか友達はチェックしてくれてるらしくてそうリカちゃんとひなたのなんかやつに乗ってたやつ目々映っててそっち見ちゃったみたいなめっちゃ面白い。別に私は載せてないのに私は載せてないのにそこまでめっちゃチェックしてくれてて、だって私のポジションまで把握してるってことじゃないですか。本当に面白い。あの別センターやってほしいって言われた、すごい懇願された友達にあの曲は本当に可愛いから君にセンターやってほしい、めっちゃ面白いそう、あとなんか命をかけるがすごい好きだったらしい。命をかける、私はさあんまりああいう振り得意じゃない。私はどっちかっていうともうほんとかわいいかわいいみたいな曲をやりたいから、命をかける、まあ折り面ですけど折り面ですけど、なんかその自分のこの好きなタイプの楽曲ではないのねでも友達は命をかける、なんか普段のみゆみゆの感じじゃないのが見れてすごい私は好きみたいなめっちゃ見てくれてる本当にてかさ、それをさ瀬戸利を見ただけで思い出せるのがすごくないですか。本当にそう、なんかもう瀬戸利だけ見せたの、瀬戸利だけを見せて、それだけでなんかあこの曲はここが良くてここが良くて全部言ってくれる、本当すごい。あとはね、あていうかそもそもあの別の今回のシングルに3曲も歌ってることがすごいねって褒めてくれただってもう1曲あと研究生の曲でしょってことはほぼ全部入ってるってことじゃんってすごいねってそれをさ理解してくれてる時点ですごくないそのすごさをさすごいことだっていうふうに理解してくれている時点でもう完全にファンなのよそれすごいよね。さあとなんかアンコール、あそうかかとを鳴らせさ、私さ2階席に行ったじゃないですか。そうでもなんか友達その時1階席にいたらしくって、1階席のそのなんか1階席はななみとゆうはがいたんだけど、ななみとゆうはが出てきたところの真正面ぐらいにいたんだって。ほんとそのなんかお立ち台みたいなところがあったほんと真ん前にいたんだって。だからみゆみがそこに来てくれればめっちゃ見えたのにって言われたでも私2階に行っちゃったから、その友達から見て真正面のステージにもいなければ目の前のお立ち台にもいないし、2階は絶対に見えないし全然みゆみ見えなかったんだけどって言われたえごめんそんなことなら私もそこにめっちゃ行きたかったけど、だって目の前にさ友達来てくれてることは知ってたけど、どこの席にいるかまでは分からなかったから、私もびっくりじゃない、それもしアンコールでさそこ立ったらさ目の前に友達いたらめっちゃびっくりしないそれは確かに私もそっち行きたかったわってなったけどそう言ってた。2階は確かに見えないもんね、1階からは。だから耳どこってずっと思ってたんだけどって言ってた。あとね、あと絶望の後でがすごい好きなんだって。そうで絶望の後ですごい好きで、コンサートでやるかなって思ったけど、その夏曲じゃないし曲の全体的な流れとしてまあ今回は絶望ないかなって思ってたら、アンコールでやってくれたからめっちゃ嬉しかったって言われてすごい、ほんとそんなところまで絶望やってくれて嬉しかったって言われました。これが全部だね、今日さっき友達に会って友達から聞いたサマーコンサートの感想
すごくない？もう本当にちゃんと見てってさ、すごすぎた。しかもだってもうサマーコンサートからさ8、9、10、11、もう4ヶ月ぐらい経ちそうじゃん。そう、もう4ヶ月ぐらい経つのにさ、めっちゃ事細かにさ感想覚えてくれててさ、ほんとすごい。そう、しかもあとね、私ね、みゆみにいつかやってほしい曲があるんだよって言われてしかもそのみゆみにやってほしい曲を携帯のメモに残してんの、めっちゃ面白くない？わざわざね、私にいつかやってほしい曲をメモしてて発表してくれた。でも最近他グループの楽曲、他グループの曲が多かったのよ、そのやってほしい曲。やっぱ NGT の曲はさ、まあ、いつでもできるからさ、他グループの楽曲でいつかやってほしい曲を発表されたんだけどでも最近他グループの楽曲やることってないじゃないですか。だからなかなかねできなくって。でもなんかその中に「なぎいち」やってほしいって言われたの。え、なぎいち今年やったよみたいな。なぎいち今年やったよ。そう、りかさんの卒業公演でやったから、そう、なぎいちやったことあるよって言って動画見せてあげたそう、でもあとはね本当にやったことない曲だった。友達にそのいつかやってほしい曲であげられた曲、なぎいちが本当にやったことない曲だったし、私もすごいやってみたいなって思ってた曲だったから、そう、じゃあいつか覚えとくねっていつかなんだよね、私が卒業コンサートするみたいになったら卒業だって。そうじゃないと自分のさやりたい曲なんてそんな自由に組めないじゃないですか、卒業コンサートぐらいしか。じゃあ卒業コンサートでじゃあいつかやるねそのぐらいしかね組み込めるとこないだろうし、やれたらいいねって話をしてた。ほんとめっちゃ見てくれてる、すごいびっくりした。なんかあとフェスの動画とかめっちゃ見てくれてるらしくて、フェスまで来てはないけどフェスの動画とかめっちゃチェックしてくれてたらしくて、みゆみがセカヒトセンターでやったフェスあるじゃんって言って、もう私覚えてなかったもん、自分が自分が何のフェスでセカヒトやったかも覚えてなかったそのみゆみがセンターでセカヒトやった時のサビ前の前に出てくるところがめっちゃ可愛くてって言われて、何の時の話こっちが覚えてない、本人が覚えてないっていうなんかね聞いたらね、 TIFF でした。コンサートの次の日の TIFF でセカヒトをやってって、もう半分ぐらい記憶ないんですけど半分ぐらい記憶ないんですけど、その時のなんかセカヒトのサビ前のあのセンターに出てくるとこ、あれはね2サビ前かな、2サビ前、そう、世の中そんなに捨てたもんじゃないんだのこの走って前に出てくるところがすごい好きだったらしくて、あのフェスの世界人のあのフェスの世界人のサビ前のセンターに出てくる瞬間の耳がめっちゃ好き。そんなとこ見てんのそんな細かいところは言われたことない、分かる、ファンの人でも言われない、そんな細かいところセカヒトよかったよぐらいじゃない、セカヒトセンターよかったよぐらいじゃない、みんなに言われる、そんなそんなあの曲のここのところそんな言われないめっちゃ面白かった。あとね、なんかなんて言ったっけな、あとはあ、そう、サマーコンサートのあとね、煽りやってくれるの、耳の煽りめっちゃ可愛かったって言ってくれた。私サマーコンサートの1曲目マックスだったじゃないですか、マックスのアウトロ煽りやってたんですけど、そのマックスの最後の煽り、アウトロの煽りをやってた耳がめっちゃ可愛かったって言ってくれてたあとなんかサマーコンサートのなんか昇格発表した時になんか
私はすごいみんなの涙でもらい泣きしそうになったんだけど、ミミはなんか泣かないで頑張って喋ってたからもうそれに感動しそうになった目線がさ、もうさ、めっちゃ面白い。いや、わかる。私もすごいみんなの昇格発表をやっぱ自分が発表する側だったけど、実際本当にもう涙伝染しそうになったし、私も泣きそうになったけど、でも私泣いちゃったら進めていく人いない、進行できないって思ったから泣かずに頑張ってたんだけど、そんなところまで見られてたらしくて、そこに感動したらしい。はっ、耳泣いてないみたいなって言われました面白い。でも昇格した3人はすごい納得だったみたいな。友達はさ、本当にさ、別に NGT にこの子っていう推しがいるわけじゃなくって、本当になんか私のことをめっちゃ応援してくれてるから、なんかわりかし多分研究生に対してはフラットな目線で見てると思うんですよ。そう、でもやっぱその昇格組の3人はすごいパフォーマンス見ててもなんか納得だったって言ってて、そう、ああそうなんだみたいなそうなんだと思ってすごい面白かったです、そう、だからずっと見てるわけでもないじゃん。ずっと見てたら逆になんかこの子も頑張ってるのにどうして昇格しないんだろうとかが多分見えるからこそ思うと思うんだけど、そうじゃなくてもう本当に純粋に普段から私のことばっかり見てくれてるから、そう、フラットに見た時にパフォーマンスでもすごいなんか納得の3人だったって言ってて、ああそう見えるんだって感じでした。だから見え方面白いよね。そうって言ってたし、あとね、なんて言ってたかな、コンサートの話、うん、でもそんな感じだったな。めっちゃ見てくれてる、本当に。とにかくすごい、うん、これなんでこんなに見てくれてるんだろうっていうぐらいでも本当にその友達はなんかさっきみたいにいろんなアイドルが好きなの、男性のアイドルも韓国のアイドルもいろんなアイドルも好きで、もう本当に生粋のなんかアイドルオタクの人なんですよだからなんか私のことをこの一人のアイドルとして見た時に、ファン目線で見た時にね、普通にまあ友達だけどなんかこの人、私というアイドルをファン目線で見た時にこんなになんかいいアイドルいないよってめっちゃ褒めてくれるのね、本当に。なんか それすごい、そうやって私の自己肯定感をいつも上げてくれるし、そう、なんか今日何度ありがとうございますって言ったことかって感じめっちゃ、とにかくめちゃくちゃ褒めてくれる、めちゃくちゃ褒めてくれるから。でもさ、なんかそう、ファンとしてめっちゃ褒めてくれるのね。でも友達じゃないですがだからね、こっちもすごい反応に困ってありがとうございますってそう、すごい変な反応しちゃった、ずっとあ、どうもありがとうございますみたいになっちゃういや本当にすごいだし、なんかその私がそのアイドルとして一番身近にいるからこそ、なんかもう世の中のめっちゃおもろい、もう世の中のアイドル全てに感謝したい、アイドルになってくれてありがとうって言っててめっちゃ面白くない？もう私とかじゃないのよ、もうこの世にいるアイドル全員に感謝を述べてたもうみんなアイドルになってくれてありがとうみたいなめっちゃ面白くない？本当に面白かったもう、うん、そう、なんか私がアイドルとしてなんかしてる部分、もちろんさ、そのいい面もさ、なんか悪い面っていうか大変な面ももちろん見てるわけじゃないですか、近くにいるからこそ。だからなんかそういう大変な面も含めてアイドル今してくれててありがとうっていう意味を込めたらしいけど
もう全世界のアイドルに感謝し始めた最終的に本当に面白いでも本当にそれぐらいね好きでいてくれてるし、あとそのあそうあとサマーコンサートを来て、なんかそのサマーコンサート終わってからずっと NGT の曲聴いてたみたいな。でなんか改めてずっと NGT の曲聴いてたけど、 NGT って本当いい曲いっぱいあるよねって言ってくれてめっちゃ嬉しくない？そうで、もちろん新公演が始まることも知ってくれてるんだけど、そうで新公演も NGT の曲でだけだからめっちゃ楽しみって言ってくれて、そうで連番もできるからもうみんなで行くねみたいな連番できるようになったことももちろん知ってくれてて、そうもう連番もできるからみんなで絶対行こうみたいな、めっちゃ言ってくれてて嬉しい本当に。だからすごいより一層新公演私もすごい楽しみになったし、なんかこうもちろん皆さんにねお見せすることがこう何目的というか自分大事なことだけど、なんかすごいそういう風になんか友達も楽しみにしてくれてる、一番身近な人も楽しみにしてくれてるって思ったらすごい頑張ろうって頑張ろうっていう気持ちになりました改めて。いや本当にね、なんかすごいそうなんか そのもう本当それ喋ってたのは一人、そのサマーコンサートに来てくれた一人の友達がもう永遠にそのサマーコンサートの感想を話してくれたりとかずっと言ってたんだけど、そう他の友達二人もう二人ももうずっと私のことをすごい言ってくれて、そうあそう私含めて今日は4人いて、そのうちサマーコンサートに来てくれてたのは一人なんだけど、そう一人でそう一人で全部これ伝えてくれた、もう耳にあったら絶対言うって決めてたんだよねってあと言い残したことなんかあったかなってずっと言ってたそうはもう一人だけそうそう一人です。もうなんか本当に一対一のおしゃべり会みたいなのなんか隣に友達が見守ってるみたいな状況だった。でもその友達その横で見守ってる友達2人もめっちゃ私のことをすごい褒めてくれるから、そうしかもねめっちゃ写真撮るんですよ本当にその間友達はなんかもうすごい熱量すごいすごいね本当に本当に好きなんだねって言ってた本当に好きなんだ。あそう私の友達みんな社会人1年生そうなん大学去年卒業してみんなそう今年から就職した人たちだから、そうなんです。そうそう友達ね本当ねめっちゃ写真撮ってくれるのねめっちゃ写真撮ってくれるんだけど、今日もうご飯食べ終わってもうご飯食べ終わってお会計しててのお会計をさ4人のお会計を1人にこうまとめてで1人がお金払ってくれてたので、その間こうレジのさレジのところにまあいたわけよ。そうその、 あのめっちゃさっきまでめっちゃ喋っててくれた子にお金渡してその子が支払いしてくれてたんだけど、その間にそのさっき見守ってた友達2人がねとなんか私とそのレジの周りにいたんだけど、急に写真を撮り始めて、ねあんたさ本当に本当にスタイルいいよ何通しやんのみたいな急に8年も一緒にいるのにすごいまるで初めて会ったかのような反応を毎回して毎回写真を撮ってくるめっちゃ面白いの本当めっちゃ写真撮ってくれるの本当に。でさっきすごい通知が鳴ってたからね多分写真をね本日の収穫って言われてますもはや、写真が大量に写真が送られてきて本日の収穫なんて言われてました収穫されてた面白い本当に
ちょっと出荷はできないですけど、見せバレしたくないので出荷はしませんけど、もうだってピザに蜂蜜かけてる瞬間の私とかどこに需要があるんでしょうみたいなレジの横で隠し撮りされた写真とか本当にさやばいよ、めっちゃただの面白い写真なんですけど、何なんですかね本当でも本当に毎回そうなの。これ前回会ったのがその3月って言ったじゃないですか、3月ぶりに会ったって言ったじゃん。でその3月に会ったのがさ、あの菜の花、上関型公園に菜の花見に行った時なんだけど、友達と。あの時もめっちゃ写真撮ってくれて、そうなんかね、もう誰が一番みゆみを可愛く写真撮れるか大会を始めるのよ、勝手に3人で勝手に3人でそれを始めるから、そんぐらいめっちゃ写真撮ってくれるの。これの時ですね、これ以来会ってなかった。そう、この時もめっちゃ写真撮ってくれてた。でこの日は本当にお出かけ、一日お出かけしてたから余計にめっちゃ写真撮ってくれた。今日はただご飯食べに行っただけだから、ご飯の時の写真しかないけど、そう毎回めちゃくちゃ写真撮ってくれる。みんなそんなさ、携帯のアルバムにさ、私のそんな写真いるみたいないるってぐらい、私はめちゃくちゃいっぱい撮ってもらえてありがたいけど、実際みんなはいりますって感じ。でも本当にめっちゃ撮ってくれる、そうありがたいです。いつもいっぱい写真を撮ってくれて、そうやっぱりさ、でもさ、みんながさ、お仕事就職してお仕事が始まってから、やっぱなかなか予定が合わなくなって、そう、まあそのまあ、仕事にもよるけどさ、なんかこう土日、例えば土日休みだったとするじゃないですか、その子たちのお仕事の休みが。でも土日ほど私はめっちゃさ、お仕事があるじゃん、おしゃべり会とか劇場公演とか、そう土日ほどやっぱお仕事があったりとかするから、なかなかやっぱり会える機会はすごい減っちゃったね。そう、まあ、元々もそんなになんかめっちゃすごい頻度で会ってたわけじゃないけど、高校卒業してからも、高校卒業してからでも年に 2、3回ぐらいのペースで会ってるかもしれない、のペースで集まるぐらいなんだけど、でもすごい就職してからは多分もっとも会う機会が減るのかなって感じだったけど、そう、でもすごいめっちゃ楽しかった本当にずっと喋ってました。あ、そうなの、みんなね、そう新潟にいるから、まあそれだけでもね、まだ全然会えるっちゃ会えるんだけど、そうみんな新潟にいるからね。そう、いや本当にだから今日めちゃくちゃ偶然本当に休みだった。そう予定決めた時は多分この日ならまあ空いてるかもみたいな勝手に決めてたけど本当に休みだった今日は私が、だから本当ちょうど良かったです。そうでもね、まあ半年ぶりぐらいだったけど今回は、うん、会えて良かった。そう、しかもさ、お誕生日プレゼントまでさ用意してくれてさ、とめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いお誕生日プレゼント嬉しい嬉しい、本当わ、あとなんか言ったんだよな、なんだっけ、今一瞬思い出したのに忘れちゃった、なんか言われたんだけど忘れちゃったな、なんだったっけな、あ、そうだ、その前回会った時がその菜の花見に行った時なんだけど、多分その日も帰ってきた後になんかその日の話をしてたはずなの、ショールームで、ショールームでその日の話をしてて、なんかみんながめっちゃ写真撮ってくれたとか多分
話してたと思うんだけど、なんかその配信を見てたらしくって前回会った時もあの日帰った後配信でめっちゃ喋ってて可愛かったって今日も喋ってるよ今日もさっきのこと喋ってるよ意外とね友達も見てたりするんだよね配信ね、気づかないうちにね今見てるよ本当。でもそう、新公演は本当に来てほしいなって思うし、そう、いや楽しみですね。今日見てるかな、どうだろう、わかんない。でもさっきここもお家まで送ってもらったからわかんないけど。あ、そうだよ、美容室だって今日朝はめっちゃのんびり寝てて、ピンポンで起きてで、お昼過ぎくらいに一回買い物に行って、一旦お家帰ってきて、美容室行って、買い物して、ネイル行って、そっから友達に迎えに来てもらって、友達とご飯行ったから、そう、髪色暗くなったねって言われて、うん、さっき染めてきたって言ったら、めっちゃ気合入ってんねって言われためっちゃ気合入ってんね、私たちと会うために染めてくれたの、うん、うん言うとそう友達がファン、いや本当にそう、本当に心強いと思います。だってバカにされてもおかしくないじゃないですか。なんかね、身近だからこそ、なんか普段はこのファンにしか見えてない、ファンとしての見える部分だけじゃない部分もさ、やっぱ身近だと見えてきちゃうじゃないですか。ファンとしてだったらそこしか見えないかもしれないけど、身近にいるからこそ裏側も分かっちゃう。でも裏側が分かるからこそバカにされたりとか、なんかね、いい風に思われないことだってあるかもしれないけど、違うんだよね本当今日会った子たちもそうだし、いつも遊んでくれる友達もそうだけど、本当なんか活動のことを一番近くにいるからこそめちゃくちゃ理解してくれてて、めちゃくちゃ応援してくれてて、そう、いやそれは本当に心強いと思います。心強いし、なんならもう正式ルートで会いに来てくれるから劇場公演とかコンサートとかしゃべり会とか正式ルートで会いに来てくれるからさ、そう、いや本当にすごいと思う。だってこうやって普通に一緒にご飯とか行けるわけじゃないですか、友達としてね。だけどそう、コンサートとかも普通に見に来てくれたりとかするから、そう、本当にすごい。いや友達がファンはね、すごい当たり前じゃない、本当に当たり前じゃないなって思う、うん、だって逆の可能性もあるじゃんね。自分がアイドルになったことによって、こうなんか今までそんなに仲良くなかったけど、なんかこう近づいてくる人ももしかしたらいるかもしれないじゃん。もうそうじゃない、本当に昔からだって高校1年生の時のクラスメートだから高1の時から一緒だったの、そう、高1の時から仲良しだった子たちだから、本当に別にそういうことでもなく、なんなら高校1年生の時はまだ NGT 加入してなかったから、本当加入する前からの友達で、で加入してから疎遠になるとかでもなく、本当に今でもなんか変わらない関係性で会ってくれるから、それが本当にねすごいことだと思う、うん、そう、本当になんか決して友達は多くはないんですよ私多くはないけど、ただその多くはない、その限られた友達がめっちゃいい友達しかいない。それでも本当すごいことだと思う。
あと新潟にいないんだけど関東にいる友達とかは本当私が関東でお仕事の時は連絡して会いに行ったりとかもするし、その子も高校の時の友達だけど会いに行ったりもするし、その子もその子でなんか別の女の子のアイドルファンだったからめっちゃそのアイドルファンとして見てくれるし、あと結構その舞台関係の仕事をしてる人だから裏方としても見えるのよ。だから裏方としてもなんかいろんな観点から見てくれる本当にだからすごいそういう友達しかいないことが私はねすごい恵まれてるなって思う本当に。そう、生涯付き合える友達も似たら本当にすごいと思う。いや本当に、うん、ちょうど5人ちょうど5人だな。いや本当にそう、めちゃくちゃいつもよくしてくれて、そう、しかも私がそうやってさこう急にお仕事が入ったりとかみんなみたいにこう子が希望機を出せたりとかするわけじゃないじゃん、まあ、できんのかもしれないけど、この日絶対に避けられない用事があるのでこの日はお仕事やらないでください言えばねもしかしたらできんのかもしれないけど、なんかあんましないじゃんそういうことって、もうお仕事が来ることがありがたいことだから、なんかあんまりそういうことってしないから急遽お仕事が入っちゃったりすることも、まあ、よくあるんだけど、でもそれもちゃんとこう理解してくれてて、もともとなんかじゃあこの日会おうねって予定作ってても私が結構ドタキャンみたいになっちゃうことが多いのね。もちろんその恋じゃないけど、恋じゃなくその急遽お仕事が入っちゃったりとかしてなんかこうドタキャンみたいになっちゃう時もあるんだけど、でもあじゃあいいよまた今度なんか日にち決めようみたいな言ってくれるし、ほんとすごい、本当に理解ある友達ですごく助かってます。本当に嬉しい、大事にしなきゃね本当。はい、ランキング読みますはい、13位ふなしさんありがとうございます。12位のうとんさんありがとうございます。11位ひいろさんありがとうございます。10位ゆきりんさんありがとうございます。9位サバサンドさんありがとうございます。8位トッシーさんありがとうございます。7位たけともさんありがとうございます。6位 MS さんありがとうございます。5位ラマさんありがとうございます。4位ヨッシーさんありがとうございます。3位ホッシーさんありがとうございます。2位高田さんありがとうございます。1位ダイバーさんありがとうございます。ありがとうね、みんなめっちゃ夜遅くになっちゃってすいません、ありがとうございました。明日ねもしかしたら配信できないかもしれないんだよな。明日ね、それかどうしよう、明日もしかしたら配信しないかもだけど、リハ頑張ってんだなって思ってくれたら嬉しいな、はい、新公演まであと2週間だって、えそんな頑張る、本当結構明日はねハードメニューだね明日は。まあでもそうだな、でもまあそこ、ま、ハードだけどまあ割と大丈夫な方ではある、やったことないわけではないからハードだけどまだいい方頑張ります。いやでも本当にみんなにはめっちゃ楽しみにしててほしい新公演、めっちゃ楽しみです、頑張るね、ありがとうございます。よかった、めっちゃいいお休みでした、はい、ありがとうございます。明日からまた頑張ります、みんなも頑張ろうね本当に超充実した休みだった。ありがとうございましたさりげなく爪を見せる